警察局が計画していた新世代の光学画像及びレーダーイメージングによる偵察衛星プログラムである。米ボーイング社連合が主契約者となって、1999年に開発プログラムは開始されたが、光学画像衛星部分については開発遅延と予算超過のため、二千五年にドナルドカー国家偵察局長によって終了が宣告され、同年九月に。 ジョン・ネグロ・ポンテ国家情報長官によって正式に終了が宣言された。本プロジェクトはニューヨーク・タイムズ紙によって過去50年間のアメリカ偵察衛星プロジェクトの中で最も華々しく、そして多額の金がかかった失敗プロジェクトと評されている。光学画像衛星部分のキャンセルにかかわらずトパーズとして知られるレーダーイメージング衛星部分については計画は 継続され、2018年1月までに5機のトパーズレーダー衛星が軌道に投入されている。当初の計画では、発展型 K1-11 工学偵察衛星と、ラクロス SAR レーダー偵察衛星の代わりの新型衛星の開発を目的としていた。両シリーズは2010年代に使用を終え、この開発計画から生まれる。 新しい偵察衛星が任務を引き継ぐ予定であり、これらの新型衛星は2013年から合わせて12機が打ち上げられる予定であった。当初は光学偵察装置とレーダー偵察装置を一つの衛星に搭載する療養型偵察衛星の開発が計画されていたが、コストが高くなりすぎる場合は大型反射望遠鏡を積まずに SAR レーダーだけで済ませるか、 赤外線画像衛星のみになるか、もしくは空軍が開発中の宇宙レーダー衛星と統合される可能性もあった。開発契約は、1999年末に、米ボーイング社連合との間で結ばれ、およそ250億米ドルに及ぶ予算が20年間にわたって支払われる見込みであった。しかし、光学偵察衛星の開発プログラムについては、 予算超過と完成遅延を理由に2005年9月に契約は米ロッキード社に切り替えられた。ロッキード社は従来型の KH-11 型に改良を施した工学偵察衛星の生産を再開するよう要請され2011年1月20日に1期目の衛星 USA-224 が打ち上げられている。 なお、レーダー衛星の開発計画についてのボーイング社との契約は破棄されずに残されることとなった。この計画全体の正確な範囲や目的は極秘にされていたが、2001年に国家偵察局の長官が語ったところでは、このプロジェクトは従来の衛星と同じ性能ではあるが、より軽いものを製作することに主眼を置いていた。何人かの技術専門家は、 このプロジェクトの本当の目的は衛星をより高い軌道に置いて敵の攻撃を受けにくくすることであったと考えている。また別の技術専門家たちが規模で言えば1940年代のマンハッタン計画を例えに出すほどこの計画は大きな予算と多くの従事者を抱えていると言われている。2012年にナロは 最新技術で作成されたが使用されることはなかった2機の宇宙望遠鏡を天文学的用途で NASA に寄贈した。最初のトッパーズ衛星と考えられている USA-215 がカッシオペア座を通過中 FIA プログラムにおける最初の実用レーダーイメージング衛星と考えられている USA-215 または別名 N ロール -41 は 2010年9月21日に打ち上げられた。この衛星は、近地点高度1 1 0 0トル、遠地点高度1 1 0 5トル、軌道傾斜角123度の逆光軌道を取る。この軌道要素は、この衛星が合成回光レーダー衛星であることを示している。2012年4月3日には、このシリーズの2期目の衛星である US、USA-234。 または、別名ロール -25 が、同様の軌道に打ち上げられている。FIA レーダープログラムの初期の2006年12月14日に、打ち上げられた衛星である US、USA-193 は、FIA レーダープログラムの試験、開発のための技術デモンストレーション衛星であったと、考えられている。ただし、この衛星は予定の軌道に投入はされたが、 直後に、危機障害により通信が途絶し、回復しないまま、その後、軌道低下により、地上に落下する危険性があったため、2008年2月20日に、米海軍のイージスレ冷クエリーから発射された、スタンダードミサイル3により、軌道上で破壊された。FIA の光学画像衛星部分のキャンセルによって、 米国の光学画像偵察衛星システムの維持に穴が開く恐れが生じたため、ナロは従来の KH-11 型の衛星システム2機をロッキード・マーティン社に発注した。2011年1月20日に打ち上げられた USA-224 と2013年8月28日に打ち上げられた USA-245 が この2機の衛星に相当すると考えられている。FIA プログラムはネクストジェネレーションエレクトロオプチカルプログラムに引き継がれることになっている。u n j o プログラムは衛星の寿命にわたってその改良を可能にする低リスクのモジュラータイプのシステムを目指している。ありがとうございます。